リンクトゥライフ、命をつなぐ思い、パーソナリティを詰めさせていただいているのは広島経済大学メディアビジネス学科4年生の岡野光平と申します。本日も30分間お付き合いください。よろしくお願いいたします。本日もリンクトゥライフではシンガーソングヒッチハイカーの清水トキさんを迎えしてお届けしていきます。それでは聞いてください。どうぞ。リンクトゥライフ、命をつなぐ思い。ライブでよくね、あの話をするんだけどね、はい、あのさっき岡野君言ってた、あのこう誰かがなんかうまくいってるなとか、うん、でこの人はなんかうまくいってるなとか、でそこに比べてしまう子たちとか、うん、勉強であれその就活であれ、うん、あの子はうまく、あの子はやりたいことをできてる、あの子は就職で できてるとか、進学できてる、そうそう俺だけっていう、うん、その話をねよくね実はライブでも結構するんだ。でそれは、うん、とあるね、僕も全国回らせてもらって、その石川県のね、とある石川県の金沢大学の男の子がね、うん、あの僕の歌を聴いてくれた後に僕のそばに来てくれて、彼の思いを語ってくれてね、うん、あのトキさん、僕はあの心の奥底から、はい、カエルが好きなんですと。うん面白いですね。かわいいでしょ。かわいいです。カエルが好きなんですと。でカエルが大好きで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 しょうがないから、そのカエルとかいろんなその虫とかそういった生き物、生命とかがあの安心して暮らせるようなこう環境を作っていく人になるために、はい、自分は今石川県のそういった役所とかそういったことに関われる公務員の勉強してるんだっていうふうに教えてくれて、うん、で、あ、そうなんだ、偉いねっていう話をして、うん、で僕はその時ポッと浮かんだ思いがあったから彼に正直に言ったんですけど、はい、何々君すごい、それはあれだね、頑張ってなって、応援してるよって、でもねって、もしあのその大好きな何か、うん、その大好きなその何かをやっているその姿を、そのもしかしもしね、あそうそう、だから僕は彼に言ったのよ、うん、そこまでね、その大好きならね、あのカエルがそこまで大好きならね、カエルやったらどうって言ったんですよ。彼もちょっとポカンとしてたんですけど、はい、その僕が彼に言いたかったのは、その例えばその好きなことで、を職にしろよっていうふうに言った、そういう意味ではなくてですね、うん、その彼がその大好きなことをこなすために何かをする、それを通してやるっていうことはすっごく素敵だし、うん、それをすごい僕は応援してるんだけれども、もし彼の思いの中だ、何かのその気持ちの中、彼の潜在意識の中で、もしかしたらその彼が大好きなものをそうやって追い求めている瞬間、時、に誰かに、いやそんなことをしてないでね、こういうことしないよとか、いやそんなこと今してないで勉強しないよとか、いやそんなことしてないで、ね、就活頑張れよとかっていう、そんな直接そういう言葉ではなかったとしても、彼が生きてきた社会の中で、彼の環境の中で、そういう気持ちが彼の中にどっかで植え付けられてきたのであれば、ひょっとしたら彼はそれをやるための何か、もし言い訳としてでも何かにしがみつこうとそうやってしてるんであれば、僕はそれはいらないかもよっていうことを彼に伝えたくて、そういうふうに言いました、うん、今すごく何になりたいっていうふうに聞きながら、何になりたいという夢を聞かれることはすごく多々日々の中で多いし、小さい頃から、うん、何になりたいっていう風に聞かされて、それは潜在意識の中にずっと入っていくんだけれども、何が入っていくかと、考えた時にね、ひょっとしたらその何っていうものをすごく大事にしてしまってね、うん、その何者、一つの肩書き、一つのタイトル、一つの看板を持たないといけないから、それのその何っていうものを探してしまってね、うん、自分が本当に好きだなと思ってることを通して、それがもし大きくなった時にこれで食っていけないかもとかっていう意識、要するにこれ大好きなものを通して食っていかないといけないと思ってしまってるなら、それはなんかもったいないなと思ったのよ。その今やっているその小さなことをあなたは
自分のプロフェッション、要するに職業にしていくんでしょっていう潜在意識をもしずっといただいてきたのであれば、すごいそれはもったいないことだなと思っていて、要するに大好きなことをやっているその姿がものすごい人は輝いていて美しい、一番自分の魂が輝いている瞬間なのに、その大好きな何かをやっているそのそれを通して、これはさすがにちょっと自分の職業にならないだろうから、これはやめてちょっとこういうことをしようかなっていう風になっているのであれば、それは僕は残念だなと感じていて、それで食っていかないではなくて、それを今やっている、やり続けているかやり続けていないかっていうところに僕はすごくロマンを感じていて、その何かをやり続けるための仕事なら何ぼでもやってもいいと思うし、それがもう本当に大好きで大好きでしょうがなくてやってるんだったら、気づけばそれが仕事になってる人だっていくらでもいるし、その自分が大好きだなって感じてることをやり続けてるその姿を、自分の親たち、自分の一番大事にしてくれた、自分を一番愛してくれた人たちは本当は一番それが見たいんやよっていうのを、僕はなんかその子に伝えたくって、そういうことを彼に言いました。なんかもし今このラジオを聞いているあなたの中にもそういう気持ちがあったりとか、何かその小さい好き、その大きな好き、要するに自分が一番好きなのはこれですっていうものは言えない人が多いんだよ。で、言えない人は多くていいんだよ。これが一番好きですなんて誰しもが言えたら、もうみんな人生の生き方分かってて、それを突き進めばいいって簡単な話なんだけど、そうじゃなくてよくって、みんなちっちゃい好きを積み重ねて全然いいんだよ。小さい時にね、あんなことが好きだった、小さい時にカエルと遊ぶことが好きだったって思ってるんだったら、それをただただやり続けてるだけでも僕は本当に素敵だと思うし、小さい時にその可能性を潰されてしまうから、今そうやって何かをカリスマで引っ張っていってる子たちが増えていかないのかなっていうふうに僕は感じたのね。要するに潜在意識の中で、親、そして環境、教育の中で、いやそれだったらやっていけないでしょってどっかで潜在意識の中で言われてきちゃったのかなと僕は感じて、それが残念でしょうがないんだ。だから小さい好きは重ねていいんだよ。大きな好きに絞らなくていいんだよ。私はこれですっていう肩書き持たなくていいんだよ。何々ちゃんは何々ちゃんなんだから、何々くんは何々くんなんだよですね。なんかこの今の話に突き出すならそんな気持ちで、ちょっとライブでもよく話なんですが、ちょっとお話しさせていただきました。ありがとうございます、はい、いや僕も実際に親とかもよく言うんですよ、将来何なんのとか、すごく言うんですけど、母親が特に心配性で、よく聞くんですけど、やっぱり自分の中でないんですよね、そのなんだろう、大学院に行っていろいろ学びたいっていうのは多いんですけど、実際にじゃあ将来何になるのとか、こう教師になるのとか、すごく聞かれることが多いんですけど、だって何になるって絶対今もう 100% これですって決まっとらんでしょ。決まっとらんですね。だって決まっとったらみんな幸せだよ。僕なんかは特に決まってないというか、そうなんだ、まあ、周りの子たちはやっぱりこうどこか多分先ほどの話にあったような、まあ、就活だったりとかの中で、何かしらこう自分のこうなんだろう可能性をこう狭めていって、なんだろう、まあ、ある意味得意なところを一本絞ってこう行かなきゃいけないっていうのがあって、僕なんかは全然そんなことを全く考えてない、本当周りから見たら本当何考えてるか分かんないみたいな、ふけーっとしてる人間なんですけども、いや僕の中ではただ一つだけ、まあ一つはもうなんだろうな、まずは彼のためにこう精一杯2倍分生きるっていうのはあるんですけど、まあやっぱりこう大学に入ってから、もう本当にいろんな人に出会ってからそうなんですけど、まあただ彼のためだけに生きるっていうのも、なんか変な話だなっていう、なんかこうもっとなんか自分のために生きてもいいんじゃないかなっていう、今までこう命を大切にしていくとかそういったことをこう飲酒運転の、まあ、事故からこういろんな方に受け継いで話をしていくっていうのを自分の中で使命だと考えて、まあ、生きてきたんですけど、まあ、違うのかなっていうか、その、まあ、違うのかなっていうわけじゃなくて、それにもうちょっと自分の中でプラスになる、プラスというか何か付け足さないと、ただなんか彼のこう、ね、生きていたものなんか、
今までのものをそうただこう伝えているだけというか、なんかプラスの僕のものがないみたいな、別に僕じゃなくてもいいんじゃないみたいなのを感じて、何すればいいんだろうって。そうかそうか。でもその今までやってきた自分すらまず OK しないとさ、その次にじゃあ今すごいキーワードで突き出すっていう風に言ってたけれども、最初の1がないと次の1を 1+1 にできないよね。そうですね。だから今までやってきた自分は違うんかなっていう風な否定は決してしなくてよくて、もうそれをがあったけん次その上に重ねれる土台が今そのずっとあったわけで、次重ねて重ねてプラスしてプラスして足していろいろやっていきたい自分がいるんだろうね。ですね、まあ本当になんだろうな、多分僕もホームスクリーングっていう話があれば、多分中高は本当に多分そっちに行ってたろうなっていう。あ、そうなんや。本当になんか中学校とか高校なんかは、こう見た目で言えばすごく優等生で、こう何かすればこういろんなことに活動的だしみたいな、こうなんだろう、ある意味自分をこう演じてたというかのがあって、本当に中学校とかはまあ生徒会長とかもしてて、実際に、こう旗から見れば、あの子って優秀だなみたいな、いい子だよねみたいな感じになって、でも自分の中では本当いい子なんてみたいな、なんかあったし、高校もまあ男子校で、でまあ本当にまあ3年間通せば全然こういい経験したなっていうのはあるんですけど、本当中学校の3年生のいわゆる受験ですよね、もういわゆる公立に失敗して僕私立に行ったんですけども、まあ、そこでまあ いい出会いはあったんですけど、まあ、その当時は本当に今まで自分が目指してきた、いわゆる志望校っていうやつに落ちて、もう生きてるなんてななんていうこともありました。あ、そうか。でも本当に その経験があって自分に向き合って、まあ、そんな、なんだろう、ネガティブ思考で言ってると、まあ、これ持たねえなみたいな、ある時思って、じゃあこうポジティブにこう自分の生きたいように生きようっていうのを考えて、本当高校の時はですね、こうはちゃめちゃして、はい、あ、そうだったんや。で、まあいわゆる成績で言えば、まあ、そこそこいいので、いろいろ大学紹介されるんですけど、でもやっぱり自分のなんだろうメディア、まあ、ここのラジオでいろいろ喋りたいっていうのがあって、もうどうしてもここに来たいからって言って、そうだったんだ、全部、蹴っていわゆる京都のいわゆる有名な大学とかいろいろあるんですけど、すごいね、まあ、そういうところを全部蹴って、ここに来て、ですね、じゃあ命かけてんな、ここに。そうですね。今この一瞬に命かけてんな。そうですね。今そうやって喋ってるその一言に。そうですね。それのためにこの4年咲いてきたんやろ。すごいな。で、まあ、今はもうその経験を生かして、まあ、子どもたちが笑顔になるような、まあ、教育だったりとか、まあ、学習の、まあ、形、まあ、今の現状、学校現場とかも実際に見させてもらう機会が多くて、はい、まあ、本当にこ うまくいってる子はうまくいってるけど、本当に何だろう、世間からこうレッテル貼られて落ちこぼれとかって言われる子たちは本当に苦しんでんだなっていうのを思って、まあ、そんなことがないように僕なりにできることって何だろうなっていうのを本当に今模索しながら頑張ってます。頑張ってんな。僕も近々ね、こう海外に行けたらななんて。本当、あ、本当海外も考えてるんだ。そうですね、やっぱり一緒に行くか。一緒に行きます。半年間回るか。回ります。人生変わるな。ですね、最高の宝だな、半年間世界回ったら。俺は楽しみだな。ということで、本当に長々とめちゃめちゃ喋ってしまいました、ね、激アツやの。激アツですね。ありがとう。これなんか2週とか言ってましたけど、多分これ放送だったら3週ぐらいになってる。3週目に入りそう。入りそう。てか入ってるんじゃないかなっていうくらい喋ってますけど。そっか。はい。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。はい、じゃあここで1曲、ね、はい、いきたいと思います。ちょっと紹介をお願いいたします。はい。時の、去年のアルバム20歳の約束から、はい、1曲、これは英語の曲なんですが、はい、お届けします、はい、Just wait till then。 Link to life、 命をつなぐ思い。お聞きいただいたのは時さんで Just wait
ティブ禅でした。じゃあ最後にじゃあライブの、あ、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、この度ですね、去年のねこちらこさせていただいたブリなんですけれども、はい、ホールコンサートを再び今年させていただく公演いただきました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ご紹介させていただきます。はい。トキホールツアー2016。はい。愛はあるかい。This is Life Fest Volume 6。今回はですね、広島県内の3つのホール会場で、はい。はい。コンサートをさせていただきます。はい。順番に、紹介させていただきます、はい、9月19日、月曜日祝日です。この日は三好市民ホールキリリ、はいはい、キリリのサロンホールという、ホールで、9月19日は14時オープン15時スタート、はいはい、三好市が1日目です、はい。2会場目がですね、はい、9月24日土曜日、はい、これは広島市青少年センター、これは旧市民球場裏にあります。昔からある50年ぐらい古いね、ありますね、はい、ホールです。こちら、9月24日は16時オープン17時スタート、はい、広島市青少年センターです。はい、あと3日目、10月10日、はい、月曜日祝日です。はい、この日は尾道市の尾道の駅の横にありますしまなみ交流館というところでコンサートをします。12時オープン1時スタートです。はい、はい、3時5時1時ということになっています。はい、全席自由席で3000円、小学生以下無料となっています。実際に、まあこのまだチケットはありますか。はい、チケットはワンサカございます。ワンサカございます。はい。ぜひ、全席自由で3000円であります。はい、ぜひ来ていただけたらと思います。はい。チケットは、詳しくはホームページを。はい。そうですね。先ほどもご紹介させていただきました自由に輝くで検索していただけたら、はい、トキ、ホームページが出てきます。ホームページのコンタクトというところから。チケットご予約いただくことが可能です。はい、そこに行くのがおこがましい方は、こちら FM、ハムスターの方ですね、メールをいただいても、はい、岡野くんがなんとかかんとかしてくれるかと思います。はい、ぜひよろしくお願いします。はい、はい、ぜひ、月曜日祝日土曜日、皆様いろいろお忙しい、日や、いや結構暇にしてるよという日も、あるか分かりませんが、ぜひ、皆さんの心に火が灯る夜になります。ぜひ、何か今行き詰まってるなという方、いやいや今すごく調子がいいよという方関係なく、ここで一つ何かエネルギーをつけて帰っていただけたらなという思いでこの3日間開催させていただきます。3日間開催するこの思いはですね、必ずどれかは空いとるやろうという気持ちもありますぜひどれかにですね、はい、広島県内どこかに駆けつけてこのコンサートを聞いていただけたら心の奥底から嬉しいですし、必ずあなたの心に火が灯るかと信じて、ことを信じて、当日、開催させていただきます。ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。本日のゲストはシンガーソングヒッチハイカーのトキさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。リンクトゥーライフ、命をつなぐ思い。リンクトゥーライフ、命をつなぐ思い、エンディングのお時間です。最後までお聞きいただきありがとうございました。3週にわたってお送りしてきた、トキさんとのリンクトゥーライフ、いかがだったでしょうか。ぜひですね、来週以降もリンクトゥーライフよろしくお願いいたします。パーソナリティを務めさせていただいたのは広島経済大学メディアビジネス学科4年生の岡野光平でした。